どうもママでサマテレビ野球編始まりました。私ですね、昨年自分のチーム育成野球チームをですね立ち上げて1年間、草野球を楽しんだんですけども、そのチームにですねピッチャーが不足しておりましてですね、自分自身で投げるということになりました。で、普段は野手をしててですね、昔大学時代にピッチャーをして、肘肩痛くなり、で草野球でもちょこちょこしてたんですけども、やっぱ肘肩が痛くなると野球がちょっとつまんないので、もう基本的には草野球ではピッチャーはしないでおこうと思ってたら、数年間ずっとね痛みなく草野球を楽しめてたわけですけども、やっぱりねピッチャーを1年やったらね、もう本当にちょっとキャッチボールする時も痛いぐらいに肘が痛くなり始めたので、最近はちょっと治療院に通っているんですけども、でそこでですね肘にテーピングを巻いてもらったんですよね。でテーピング、いつもねテーピングというか、キネシオですね、キネシオテープを巻いていただいて、で普段はキネシオテープを巻くんですけども、我流と言いますかね、見よう見まねというか、それで貼ってたんですけども、先生にいざ貼っていただいて、今肘に貼ってる状態なんですけども、その貼り方がやっぱ当たり前ですけど、プロが貼っていただいたのですごくしっくりくるので、それを皆さんにもねご紹介しとけばちょっとは役に立つかなと思って動画配信しております。肘のね、僕の場合はこの肘が内側のこの肘のこのあたりが痛いんですけども、その先生の診断によると、ここの筋肉、なんか細い筋肉がいっぱいこうバーっとあるみたいで、ここの筋肉がちょっと弱いからここに負担がかかってるっていう、炎症を起こしてるっていうことらしいので、でここのラインに2本引いてます。で引き方なんですけども、まず肘側からですね、肘側から貼るらしいですね。肘側から貼って手首側に流してあげるのがいいそうです。で、ここの貼り付けたところはあまり引っ張らず、腕伸ばした状態でしたね。腕は伸ばした状態で、この貼り付け部分、この貼り付け部分ですね、この前後、ここはですねあまりもキネシオテープを伸ばすことなく、この真ん中部分だけちょっと伸ばしてましたね先生。聞いたんですけど、ここが収縮するので、ここをちょっとのテープを伸ばしてあげることによって、筋肉の補強になってくれるらしいです。それを2本ですね、やります。で、ここは剥がれないようにらしいです。この手首の部分とこの腕の部分に巻いてるのは、剥がれないように、単純にこれが剥がれないように巻いてるっていうだけでございます。なので、こことここは最悪巻かなくてもいいみたいなんですが、私の場合は日常生活もたまに痛みが出るということなので、しばらくこれで数日間巻いた状態、つけた状態で生活をしてみるということなので、剥がれないように、こことここに、キネシオを巻いております。でもここの巻き方もね、さすがプロの先生で、筋肉の流れに沿って巻いてくれてるんで、負担がそんなにないみたいですね、違和感が。はい。ただ巻きゃいいってもんじゃないって感じですけど、肘の痛みが出た時は内側が痛い時で、診断にもよるんでしょうけど、人それぞれで違うんでしょうけど、私の場合はここの筋肉がちょっと弱いと言いますか、なのでここに這わして、筋肉の補強ですね、薄い筋膜というか、キネシオの役目は薄い筋膜、筋肉の補強をすることなので、ここの筋肉をちょっと強めてあげて、この負担を減らすっていう、今はちょっと治療方法を試してみるっていう状態でございます。はい、ということでハムテレビ野球編、ちょっとでもお役に立ったでしょうか。ハムテレビチャンネル登録、グッドマークよろしくね。またね。ハマテレビチャンネル登録よろしくね。